30度北緯30度線北緯30度線は地球の赤道面より北にチリー度にして30度の角度をなす一線である。ちょうど北極点から赤道までの距離の3分の1の地点を通りアフリカ、アジア、太平洋、北、アメリカ、大西洋を通過する。この緯度の下では下手点時の過小時間は14時間5分で当時展示は10時間13分である。 およそ北半球における亜熱帯高圧帯の南限にあたり、これは北緯30度線上の陸地の大部分は砂漠気候もしくはステップ気候であることを意味する。また、この遺線付近にあっても十分な水源を有し、湿潤な風が吹く地域である場合、亜熱帯に区分されることが多い。この井戸上では度数法による度、分、秒で分割される。 四五線湖町は以下の長さに相当する。北緯三十度線は本州四五線から東に向かって以下の場所を通っている。第二次世界大戦の日本敗戦直後の1946年3月22日、北緯三十度線以南の南西諸島、小笠原諸島が日本の行政権から切り離され、アメリカ軍の統治下に置かれた。 1952年2月10日にトラツレ島が1953年12月23日にアマミ軍島が1968年6月26日に小笠原諸島がそれぞれ日本へ復帰した。ありがとうございます。